八重山日報は、沖縄県石垣市に本社を置く、株式会社八重山日報社が発行する、長官単売りの日刊誌である。沖縄県八重山列島を対象とする、地域新聞である。八重山列島では同じく地域新聞である、八重山毎日新聞も発行されており、地域新聞2県上2の、計四紙が競合している。本誌を発行する八重山日報社は、 かつて、沖縄タイムスの社会部長などを歴任した、ジャーナリスト宮永長勤によって、1977年8月1日に設立された。同年10月21日に、八重山日報を創刊。2013年6月1日に、産経新聞社と提携し、八重山地方記事と東京の沖縄関連記事の相互交換を行っている。八重山日報社は、 2017年4月1日に沖縄本島で八重山日報沖縄本島版の発行と長官配達を開始した。産経新聞は沖縄タイムスが4月3日付で販売店に対して八重山日報の配達禁止を通達したと報じた。沖縄本島版は1年11ヶ月にわたり発行されたが八重山日報社は 人手不足の影響で配達員の確保が困難であることや経営環境の悪化などから2019年3月1日に沖縄本島版を八重山版と統合して統合版とするとともに沖縄本島での配達を中止し郵送に切り替えたただし電子版の沖縄本島版の配信は継続される本市と提携する産経新聞の編集委員は本市について 琉球新報や沖縄タイムス等の沖縄県のメディアに見られる、反米論調とは一線を隠す報道姿勢を取っていると評している。原編集長の中新城誠は2013年4月、産経新聞の取材に対し、沖縄の地元大手メディアは、反日左翼的な反戦兵は反米姿勢の報道をしており、多くの県民が洗脳状態にある中、 それらの沖縄世論とは一線を画した公正中立な報道姿勢を貫いていると主張している。中新四郎は近年県内外の左派勢力や尾長雄志沖縄県知事の支持基盤でもある半基地団体等から取材妨害を受けるとたびたび攻撃の対象とされていると主張している。二千十二年から二千十三年三月まで論説委員長を務めためぐみりは 論説委員長を辞任した理由に、自身の就任後本社宛に、左派勢力からの妨害電話が、相次ぎ業務に支障をきたしたことを挙げている。八重山日報社が本社を置く、石垣市に属する尖閣諸島の領有権問題に、関する報道に力を入れている。2012年8月には、中国の主張の一つである、民の時代は、中国領だったとする論が誤りである。 とする長崎中心大学の石井臨准教授の主張を報じた。2012年9月には編集委員長であった恵ぐみによる当時の東京都知事石原慎太郎へのインタビュー記事を掲載した。2017年4月には中慎志郎が本市編集長としての産経新聞への寄稿で尖閣問題の取材に石垣島を訪れる。 外国ジャーナリストと頻繁に意見交換していることや中国の意図は尖閣にとどまらず石垣本島や沖縄本島ひいては太平洋全域への派遣にあるとの見方を示した2011年に八重山地区で育放射版の中学校公民教科書が採択答申された後の八重山教科書問題では教科書問題取材班を作り特集を組み 育法社版の採択に反対した、竹富町採択医の主張だけでなく、採択に賛成の立場を取った石垣市採択医、与那国町採択医の意見も合わせて報道した。また、従来の沖縄の教科書採択が、現場教員の採択調査員のランク付け報告書を元に採択答申をしており、事実状況職員が教科書を選択していることを報じ、8月2日に、 沖縄県教育義務教育課長が大手マスメディアの反対キャンペーンに押される形で本来中立を保たれるはずの採択協議会に日程の延期とメンバーの追加の要請をしたことは不当介入だと主張した。2012年1月22日、ドキュメンタリー作家上原少年が琉球新報を言論封殺であるとして訴えたパンドラの箱形再拒否訴訟の内情を 沖縄県下の新聞としては初めて江崎隆の投稿の形で掲載した。上原は琉球新報から沖縄戦を主題とした連載作品を依頼され、2006年4月から年末にかけて第1話戦争を生き残った者の,の記録を同士に掲載した。しかし、2007年5月末から始まった第2話パンドラの箱を開ける時の連載開始冒頭に、 第2話ケラマで何が起きたのかは今世間の注目を浴びている集団自決についてアメリカ兵の目撃者や事件の主人公たちの知られざる証言をもとに事件の核心をつくものになるだろうと予告したところ突如琉球新報担当者から掲載の拒否を言い渡されまたそのことを発表しようとする記者会見を行うこともやめてくれと言われたという その後4ヶ月の救済後、集団自決に言及した、ケラマで何が起きたのかは飛ばして連載が再開し、2008年8月に連載終了を琉球新報社から言い渡され、連載は終了する。連載終了時、上原は再度、ケラマで何が起きたのかの掲載を申し入れるが、書き換えを指示され、これを拒否したため原稿が掲載されることはなかった。 そのため2011年1月31日に、上原は憲法で保障された言論の自由を侵害されたとして、琉球新報者を提訴した。その後、この掲載拒否事件は、沖縄県下の大手メディアでは一切報道されることはなかったが、沖縄の日刊誌では、八重山日報が初めて報道した。この一方的な掲載拒否問題の原因について、 江崎は、その投稿の中で、当時の社会的背景を知るものなら、誰でも容易に想像できる。当時、大江健三郎を、岩波書店を被告とする、沖縄集団自決訴訟が係争中であり、被告である岩波書店が、R 市に連載中の、パンドラの箱が開く時に注目していたとしても、想像に固くはない。と考察している。 2017年12月1日に沖縄自動車道で発生した自動車事故について12月11日付長官に米海兵隊総長がクラッシュした車から日本人を救出したとした上で米兵による救出を報じなかった沖縄タイムスと琉球新報を報道機関を名乗る資格はない日本人として恥だと批判した産経新聞の報道を転載するとともに 救出された日本人男性が米兵に感謝していると関係者とされる談話を独自に掲載した。しかし、その後の琉球新報の取材に対してアメリカ海兵隊は総長は救助行為はしていないと回答。産経新聞は2018年2月8日付紙面で取材が不十分であったとして記事を削除したことを受け、八重山日報は2月9日付紙面で 謝罪声明を掲載した。また、朝日新聞、琉球新報、沖縄タイムスの取材に対し、事実関係の誤りについて、取材の詰めが甘かった、今後は事実関係も含めて、慎重を期する、対応に問題があったと反省している等と話すと、共に、沖縄タイムスと琉球新報を批判した記事の、流用については、編集段階で行き過ぎた部分については、 削除するなどの配慮が必要だった等と述べた。ありがとうございます。